ES が本当に通らないっていうところが悩みです。問題を洗い出し俯瞰的に見ることで原因を改善してきましたって、なんか何か言ってるよ、何も言ってないよ。ぶち切りになりまくってるから何言ってるのかよくわかんないのと、まっすぐな感じがもったいないよね、うん。ということで、就活生の悩みを大人の方3名に解決していただく企画ということで、自社の就活生に来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ自己紹介お願いします。はい、大正大学地域創生学部3年の土屋隆生と申します。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。スポーツやられてました？そうですね、高校までは硬式野球部に所属しておりまして、で中学時代に限ると太鼓と相撲を経験して、はい、まあ、一応全国大会も失礼しました。どういう業界行きたいとか、どういう企業行きたいとかってありますか？今の段階ではないんですけれども、自身としてこの地域創生を果たしていきたいっていう思いがあって、まあ、地域創生って言ってもいろんな切り口があると思うんですよね。まあ、住まいを提供するだとか、地域住民の方々の、まあ、経済を支援するっていったところを見たときに、やっぱり金融業界であったりとか住宅を様ではエントリーさせていただきました。金融業界行きたいんですよね。銀行行きたいんですよね。あまり絞ってはないんですけれども、まあ、金融業界であれば、まあ、生命保険だったりとか、まあ、銀行っていうのは行きたいなというふうに思っています。それは理由はありますか？実際にこの地域住民の方々とお話をして関わりながらバックアップといいますか、こう支援をしていきたいなというところで金融業界を志望しています。ありがとうございます。じゃあ早速お悩みの方をお願いしてもいいですか？サマーインターン20社エントリーして、まあ、実際に選考を取ったっていうのは2社ほどでありまして、 ES が本当に通らないっていうところが悩みです。ちなみにご自身では理由は何だと思ってますか？エントリーをした業界が金融と住宅がほぼメインなんですよね。でもっと広げた方が自分の就活に対する軸であったりとか、そういうのが適しているのかな、もう今の段階で絞りすぎているのかなっていうのが原因なのかなと思います。あ、じゃあ ES の内容っていうよりは受ける企業が間違ってたっていう、そこもあると思いますし、まあ、ES ももしかしたら問題あるかもなっていうところです。ありがとうございます。本日は ES のプロの3名の方に来ていただいてるんですけど、え、なんかさ、多分シュン君の方が詳しいと思うけどさ、はい、単純にあのよく言う話でさ、総計以下切るとかって、そういう機械的な話だったりしないの？まあゼロではないと思います。そんなことはあんまないの、企業による？どうだろう、金融とかだと、まあ、一定ゼロではないと思いますね。なんかそこで内容死ぬほど頑張っても悲しいよね。そうですね。でもそうじゃないなら内容考えた方がいいけど。でもそうじゃない枠も絶対あるので。じゃあ内容を頑張ることは意味があると。はい、内容の話でパッと見て2つ思ったことがあって、はい、1個はビッグワードが多いなと思って、例えば自己 PR の最後の方の問題を洗い出し俯瞰的に見ることで原因を改善してきましたって、なんか何か言ってるより何も言ってないと思うんですね。何が問題だと思って何をしたのかっていうことを言ってほしいなというのが1個で、2つ目は接続詞が少ない。そうね、私は〇〇をしました、〇〇は〇〇でした、〇〇は〇〇ですみたいな感じで、文章がただ連続されているものが多いです。私は〇〇をしました、しかし〇〇は〇〇でした、そこで〇〇を〇〇したところ〇〇が〇〇になりましたみたいな感じで、ストーリーになってない、文章がただ羅列されているような印象を受けて、なんとなくちょっと稚拙な印象があります。っていう2つがまあ一番大きいところですかね。編集者だからあれですけど、文章として本当読みにくいかなっていう気はして、それは本当接続詞が少ないっていうか、ぶつ切りになりまくってるから何言ってるのかよくわかんないのと、熟語を対応するヤンキーとか よくやるんだけど、すごい熟語対応してなんかそれっぽいんだけど何も言ってないっていうところになってるかもね。その自己 PR の最後のさ2行とか、本当土壇場思考転換自己分析俯瞰的とか、なんかもっと自分の言葉で言った方がいいよ。なんかそれっぽい大人の言葉っていうか、オフィシャルななんか重々しいものを書こうとしすぎて、結果何も伝わってこない、もう政治家の演説みたいな感じになっちゃってるから、本当自分の話し言葉を
本当に心込めて書いてそれを直すぐらいの方がいいんじゃないかな。今なんか立派な文章を書くってことが目的になっちゃってて、もうなんか頭に入ってこないな。面接官さ、やってるとさ、めっちゃ読むの、こういうの本当に頭入ってこないと途中であのめんどくさいって言ってこう置いちゃう、うんうんうん、から本当に自分の等身大の言葉で書かないと難しいかもね、うんうん、地域創生を学業としてやっていると思うんですけど、はい、その学部を選んだ理由は何だったんですか？自分が島根県出身で、その島根県の中でも中山間地域でもう周りが山に囲まれているところで、大学を進学期にこう東京に来たんですけれども、地元に住んでいますとこう人がいなくなるのがもう目に見えて分かるんですよね。町をこう振興していくためには何が必要なのかっていうところでこの地域創生学部を選択しました。そこを知りたいです、うん、ストーリーがあるじゃないですか絶対土屋さんなりの、はい、その地域創生学部っていう学部を選んだ土屋さんのストーリーがあった上で、そのために自分の地元を思い出しながらこういうことやってきましたっていうストーリーがあると思うんですけど、はい、今ってそこの前段階が全部ぶち切られて地域創生学部の人、学生ある学生がいろいろやりましたっていう感じになっちゃってると思うんで、条件を想像できました。いや僕もなんか、はい、山の中にこうやってふわって本音は一番はもうかっこいいなっていうところで、うん、それ知りたい。銀行マンがかっこいいって価値観あんまなくない、うん、この東京みんな解くとかには、はい、どうやってかっこいいと思うの？もともと両親が金融機関に、所属していて、まあ、小さい頃から金融機関で働いている人しか見てこなかったというか、まあ、一緒に過ごして こなかったので、こう、まあ、金融業界も、まあ、見ていこうかなっていうところを考えました。かっこいい理由じゃないじゃないですか。まあ親がかっこいいというか、まあうね、両親がかっこいいっていうところが一番なのかなっていうのを思います。親御さんですね。いや地元と家族が好きなんだよ。確かに。かっこいい全然理由としてあるんだと思いますけどね。父親が金融マン、銀行マンでその姿がかっこよかったからっても全然いいと思いますけどね。父親が仕事をしているに対してその何がかっこいいと思ったんですか？うん、実際に仕事の場を見る機会はないんですけれども、ね、はい、送り迎えをしている時にスーツを着て、はい、朝で、はい、玄関出ると思うんですけど、はい、まあ、それを立ち振る舞いとか、そうですね、うん、そういう感じが。逆に地元のスーツ着て仕事してる人あんまりいない。そんなわけだよ。逆にスーツの方が多いのかな。じゃあ銀行じゃなくてじゃあ銀行じゃなくてもいいかもしれないです父が好きなんだよね。根本的な価値観って結構意外とそんなもんだったりするな。むしろ隠さない方がいい、うん、プラスっていう部分もあるってことですね、うんうん、毎日スーツをピシッと身を固めて出勤した父の背中に憧れてたんですっていうのを全然理由としてはあると思いますけどね、うんうん、なんか高尚なことを語る人よりも素直でなんか頑張る力ありそうな人の方が採用したいって思う企業も多そうですしね、新卒採用だと、うん、自分の言葉で高尚ならいいけどね、うんうん、多分そこなんだよ。土屋さんの多分強みってまずこれをやれって言ったら真面目にやってくれそうで、うん、土屋さんが欲しい会社も絶対ある、職種も。だからそれにはそこの人間性を出した方がいいマッチングになるよね。確かに、うん、そうですね、うん、なんかちょっと賢い部分はいいんだけど、その実直さとかなんかまっすぐな感じが、うん、あの欠けてないから、うん、そのもったいないよね。嘘をつかないっていうところと自分の強みとマッチする企業とか業界にターゲットを広げるっていうのは選択肢としてあるかもしれないですね。先ほどおっしゃったこのかっこいいっていう部分のファーストインプレッションをこう出していくとなんか弱いなって感じられたりとかするのかなって思うんですけど、実際にそれ主軸だとさ知らんかなって話だけど、こういう話の中で出すのはいいんじゃない、うん、その銀行の志望動機とかをさ地方創生がどうのっていうのは、まあ、あってもその純粋なとこはやっぱあった方がへーって思うよね、うん、志望動機も一番最初に会ったのは父の姿で憧れたんですと、うん、でも地域創生を学んでいく中でその金融っていうものが地域創生において果たす役割の大きさにすごく共感をして、この部分で、まあ、自分の地元も含めた地域創生にもっと貢献していきたいと思ったんで志望してますっていうのが二段構えですれば全然いいかな。完璧、完璧ですね。それそのまま使える。ちなみにしれっと書いてますけど、7ヶ月ブログ更新してるってのはどういう何そのエピソード、ちょっと自己 PR の2ページ目にいいね、なんか微妙な数字でいいね毎朝
の予約に一応制度ってなかなかできない。なかなかできないですよね。日本経済新聞の、まあ、要約だったりとか日々の気づきを7ヶ月毎朝すごいね。今日で220ですね。やっぱ続ける力あるって大事だよね。そうですね。真面目、逃げない、続けられます。うん、結構基礎としては魅力ですよね。ということで一つ目の悩み解決されましたか？はい、ありがとうございます。最後の相談なんですけども、まあ、たくさん中学生がいる中で、まあ、どうやって差別化を図っていくのか。ここで差別化とかどうでもいい。シュウ君の質問に対してほぼ回答が出てこないっていう、うんうん、仕事とかでもそういう人っているんだけど一番厄介なんだよね。旬ダイアリーと就活会議の公式 LINE では内定者が教える今月の動き方や面接で絶対聞かれる質問集をお届けしています。概要欄もぜひチェックしてみてください。ご視聴いただきありがとうございました。